えー、こんにちは。即課塾の久保です。今回の公明党の案。18歳以下の子供に10万円給付。これ皆さんどう思われますもちろんね、18歳未満の子供にも10万円。これは、これ自体は私いいと思うんですよ。ただ、そうなるとね、この18歳以下の子供じゃない人にの給付。貧困対策。これは公明党としては放置してもいいっていうことなんですかね。ちょっと記事の方を読んでいこうかと思います。 新型コロナの感染拡大を受けた支援策をめぐり、公明党が衆院選の公約に掲げていた、18歳以下に現金10万円を一律給付するという案などについて、週明け8日から政府、与党の調整が本格化するが、政府内からも、公明の公約丸のみとなれば驚きだ、などの声が上がっている。つまり、公明党の言いなりになるなってことですよね。 そもそもこの18歳以下の納税もしてないの子供たちに10万円をあげることによって一体何が起こるのかってことなんですよ皆さんどう思われます何かこの子供たちに重大な支援未来が買い分けできるような大きなこれ政策だと思います10万円されど10万円でもたった10万円ですよ18歳以下の子供じゃあ18歳まで頑張って生きてきて貴重な17歳18歳青春時代を コロナによってね、ものすごく窮屈な暮らしになって、受験戦争を勝ち抜いて、就職活動を勝ち抜いて、もしくは受験にも就職にもなかなかうまい結果が出せなくって、さあこれから社会に出るぞ、19歳だぞっていう人には何もないのかなってことなんですよ。そして、まあ子供を持つ世代、子育て世帯の誰もが苦しいわけじゃないんですよね、実は。えっと、ここで一つのデータありますけども、 子育て世帯の平均所得は750万。平均貯蓄額は750万という数字があるんですよ。この750万ってのは、だいたい750万ってことなんですけどもね。正確には723万とかね、ああいうふうな数字になってきますけども、わかりやすく750万にしておきます。この平均年収750万で平均貯蓄額750万ある人に10万円プレゼントっていうのが公明党が出した案なんですよ。もちろん、 シングルマザーの方とかシングルファーザーの方とかね奥様がいらっしゃっても生活が苦しいって方当然いらっしゃいますそういう方への10万円20万円の現金給付ならかなりね役に立てると思うんですよでもね公明党さんちょっとね私考えてるのはこんなことね選挙に通ったからこの公約を皆さんにお伝えしましょうじゃなくって別に昨年でもおととしでもまさにね与党だった時代に 実行すすればよかったんですよ30兆円も予備費余らしといてね何言ってんだってことですよで今回の政策に2兆円かかるそうですけども30兆円のうち2兆円をじゃあ早めに割きましょうってことを去年言えなかったんですかねあんなマスク2枚配るよりも公明党さん一体この国の弱者もしくは国民を何だと思ってるのかなと要するに自分たちが議席を増やすための道具にしか持ってないと公明党は、ね、本当にね重ねていますけども こんなね、あの、本当の、なんか詐欺ビジネスというかね、貧困ビジネスみたいなことして、恥ずかしくないのかなと思っちゃいますよね。まあ、公明党ね。あの、創価学会と一括にするつもりはありませんけども、でも、創価学会の負託を受けて、公明党っていうのがね、今、与党にいるとしたらね、これは、創価学会の会員さんにも、面に泥を塗るような行為じゃないんかなと思うんですよ。 で、ここに18歳以下の子供に対象絞る理由はと書いてますけども、公明党は選挙公約で未来応援給付として18歳以下の子供に1人一日10万円相当の給付をすることを掲げ、今月に入り、基本的には現金利給するなど書いてますよね。未来応援するのは18歳以下の子供たちでいいんでしょうかね。だとしたら10万円配って終わりじゃなくって、もっともっと他にすることがあるんじゃないかなと。例えば、消費税をなくすとかね。でしょ 少なくとも私が生まれ育ち、18歳になる頃までに消費税はありませんでした。それこそ今から考えると、大いなる未来応援ですよ。でも、私が社会に出る頃には、消費税は3%、5%、8%、10%っていうふうになり、とても応援されてると思えないようなね、厳罰ですよ。お金を使うと罰金だみたいな感じですよね。で、今、18歳以下の子供に限らず、多くのこの世の中に、 生きる人たちにこのお金を使うと1割を罰金として払いみたいな制度が脈々と息づいてるわけですよねそして今後それが19% 25%と増える見込みであるということなんですよこれに対して未来を応援するんだったらこの18歳以下の子どもたちがね納税者となる頃までには消費税をなくしておこうみたいな考えはないのかなと思うんですよねだから公明党なんてね全く国民のことを考えてないし 人を幸せにしようと思わないんですよ。まさに私利私欲の団体、悪徳団体、公明党ということですね。まあ、これをもってね、公明党の全てを否定するわけではないんですけども、とにかくね、議席数が増えたってもね、大して増えてないわけですよ。それをもとに、うん、大なた振るうみたいなことをね、なんかこう、来年参院選もあるみたいですけども、またね、公明党の党員さんが熱心にね、 いや、公明党はこんないいことしてるんですよ、みたいなことを語りかけてくるとしたら、でも、なんで私たちの暮らしは貧しいままなんですかそしてあなたの暮らしは貧しいんじゃないですかもしかして総科学会の方は公明党のおかげで十分な富を蓄えてるから、公明党万歳って言ってるんですかねそれとも、自分の暮らしは楽じゃないけども、でも公明党がそのうち私たちを幸せにしてくれるというふうに騙され続けてるんでしょうかねということで、総科学会の方は私はね、 基本的には尊重してるんですけども、公明党を支持してるっていう一点だけはね、どうしても納得できないんですよ。公明党を支持しているというところ以外は、総合学会の会員さん、とっても素敵な方だと思いますよ。でも、政治政党を選ぶっていうセンスはないんじゃないかなと、言わざるを得ないかなと思います。まさに、弱者を切り捨てる、今、自民公明党を支持してるのが、総合学会員ですからね。 これどういうふうに考えればいいのかってことなんですよ。はい。じゃあちょっと続きも行きましょうか。対象外の生活困窮者めぐり、異論もっとありますけども、まさに公明党さんにね、考えていただきたいのは、ここです。18歳以下に現金10万円一日給付の公明案については、異論も紛失している。当たり前ですよ。公明党の中からこんな異論出てこないんですかね。総科学会員の方は、そんなこと考えてないんですかね。 18歳以下の方に10万円配られるそれで全部万々歳だと思っているのが総科学会の総意なんでしょうか国民民主党の玉木代表は子供のいない困窮している方は今回の公約案で救われないと言ってますけどもまさにその通りこのぐらいのことを総科学会の方は考えられないんでしょうか政府内からも18歳以上で困窮している人など公明党の案では取られない人もいるとありますけども総科学会の方はこういうことを 考えないんですかねそれとも考えてるけども怖くて言えないんでしょうかね。言論が統制されてるんでしょうかねそういうふうに考えちゃうんですよ。うん。なんか公明党の気に入ることしか考えちゃいけない、言っちゃうこと言ってはならないっていうふうな言論統制がなされるとしたら、とても公明党が支配する世の中ってのは恐ろしいナチズムに近いんではないかなと思っちゃいます。まさに多様性は認められずに公明党一本やり、ね。 なんかどっかの国みたいですけどもね。うん。自民党の意見もあると書いてますね。うん。はい。一方で最後の文章ですね。公明党幹部は選挙でこれだけ勝っているのだから必ずやると自信を見せる。うん、だから公明党を勝たせるとこういうふうなね、威張り散らすんで嫌いなんですよ。でそれに勝ち馬に乗ったようにね、総加会の方もこれを使ってくるでしょう。もちろん使って悪くはないんですけども、なんせ印象が悪い上でこれを使ってくると、 鼻じらんじゃうところありますよね。うん。だからちょっとね、あの、私、総科学会員の方は本当にね、経緯に敬意を重ねてるんですよ。でも、公明党を支持するってところは、あまりにもね、指導者を選ぶセンスがないと言わざるを得ないかなと思います。で、週明け8日から政府与党の調整が本格化するが、給付の対象をどうするのか、支援が本当に必要な人にはどうすれば素早く届けられるのか、などの議論が焦点となると言いますけども、国民一律給付した方がいいんじゃないですかね。それじゃダメなんですかね。 結局、金持ちに10万円配ったところで、納税で返ってくるわけですから、全く影響ないじゃないですか。それが前回の10万円給付で分かったですよ。だから、だから、こういう風なね、一つ一つのことから学んでいっていただきたいかなと思うんですけども、なんか、場当たり的で、うん、あまりにも知恵が詰まってるようなこととはね、思えないんですけども、皆さんどのようにお考えでしょうか。またね、いろんなことを聞かせていただければと思います。